とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新やっていきたいと思います。また30回ですね。1階層がここ。見覚えがある。ちょっと待って、装備。追い打ち入れても良さそうな気するけども、入れなくても、いい気がするんだよな。やめとこう。うん、防具に霊気とかがついてたんで、ちょっともったいなかったりするかもしれない。だからちょっと我慢していきます。多いな、相変わらず多いよ。最近1回多いよね。よっしゃ、よし。まあまあ多いけども、あ、うわー、もったいな。大したことはない。うん、まあ、スタートからパン食べていけば回復は足りるっぽいね。種いきましょう。クリーパーいる？もしや、クリーパーいます？いや、違うか。クリーパーがいるところではない。よいしょ、ナイス。めちゃくちゃいい場所。もういない？あ、いるよね。まだいますわな。でも大半はもう倒してるはず。うん、これ1階2階で箱があるんで、結構最初から矢は溜めれるね。にゃっ、よいし、2回クリア。まあまあまあ、全然余裕でいけております。あ、闇アーマーねー、まあいいけども、まあ30階層なので様子を見ます。 OK、 雪玉のね、闇アーマー強いんだけど、まあいいかな。出なかったか。ならば最初の3体を種で拘束して先に進んでもいいかもね。いや、倒せないか。どうだろうね。 OK、 で敵動いてこないし。 OK、 いや、ただめんどくさいだけで全然大したことないわ。オーケー。おお、よいしょ。ちょっと減るちょっと減るけども、まあまあ大したことないですよ。うわ、もったいね。よし、終わりー。うん、エンチャント入れていけば楽勝かな。いらん。ここ、ちょっと待って、エンチャンは入れよ。輝き。うん、輝きでいきます。OK。序盤の敵が多いところは、輝きが結構いいはず。OK、結構回復する。ナイスだね。発動して、もうちょっと。全然発動せん。よし、ナイス。 OK で、あっち側に結構いるんでしょ、どうせ。どうせいるんだよね、これね。いや、全然いないぞ。ここまでいないか。終わり？なんか敵の配置が変だね。敵の配置がなんかいつもと違う感じがする。あー、まあ、いや、いらんな。エンチャントはいいのよ。エンチャントいいけど、ファントムかーってところ。
なんかハープクロスボウとかが出てきてるんだったらファントムいいけども、今のこの装備じゃね、危ねえ危ねえ。よし、オッケー、ナイス、いいんじゃない。よし、これもう下に行っていいね。危ねえ、いやもう食らってるわ。よし、ナイス。いやクリーパーまで出てくるか。まあ種は大当たりでしたね。うん、種は持っててよかった。おお、いやた、うーん、誕生と終焉ね、重力ないと実際微妙なのよ、実際微妙。ちょっと武器ないときつそうだからこっちをします。よし、ちょっとエンチャ入れて、8と、8でいいか。吸血だろうけども、いや凶暴化でちょっと遊ぼうか。 OK で霊気も入れて耐久力も上げよう。吸血1でも全然よろしかったんですけど、 OK ここで凶暴化発動しない、しなかった。この草刈りで発動すると思ったんだけどしないね。よし、オーケー、終わり。あ、でここでなんかね出るような気はしたのよ。うん、出る気はした。うん、まあまあ仕方ない、完全攻略の時にしっかりやっていきましょう。追い打ち、働き鉢、吸血も入れとけ。で次で防具に霊気入れれればいいかな。よし、 OK。 まあむしろなんか OK、 来んな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 って、おっしゃう。あぶな、よし、 OK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 。 なんかいい防具がね次出てきてくれれば嬉しいんだけども、どうでしょうか。え、まだいるの？まだいた。よし、7回で次商人で、ね、早くもボス来るか。あー、うーん、盗っといいよね、いいね、変えちゃえ。うん、耐久力はそんなないけども、うん、だろうね、ユニークだと思った。変えればまあまあ使える。サプライズギフトと、うん、ここだよな、アーティファクトが多分後々出てきてくれると思うんで、クールダウンを入れとこうかなね。まあまあちょっと様子見よう。まずはタンブルビーから。うん、オッケーオッケー、これでまず様子見させて、アーティファクト次第なのよ。オッケー、今のこの感じだったらばまだ入れなくてもいい。これ最終的にこれ使っていくならばちょっとエンチャントは選びたいね。オッケー、よっしゃ、いい場所、いい場所だよ。ナイス、ナイスすぎ。え、終わりだね、これで。ウィッシュ、楽勝、今んとこ超楽勝。これ炎症のトーテム未だ使ってる人いないでしょ。うん、この前使ってみたけどやっぱり微妙だったよ。落とせるね、ちょっと落とせる場所だ。
いやもうここはもうクールダウン入れちゃえ。もういい。でタンブルビー多めに入れていきましょう。 67% だけどもまあまあそれなりに発動はします。何が来る？ノビ？おい当たった。まさかの宣言通り。よし、 OK、 OK、 もう勝てるね。えい、いや余裕、この装備なら余裕。ちょっと待って、いや良くない、こっちの装備の方が断然いい。だからあ弓取っていってもいいけど、もうどうせ使わないんで地雷でいきます。でクールダウンを3、もう防具最終的これでいいかも。あバカー、もう頼むよ。頼むよ。まあもう一発もらえばおしまいですけどね。まあいいでしょう、食らわない。わっ、あもったいな、もったいな、この橋の上で戦うのもったいな。よし、ナイス、終わり。ウィッシュ、11回クリア。まあ余裕です、ドラこれ間違いない。うん、後々出てくるんだったらバーストクロス取っていってもいいけども、まあ一応念のためね、1回しか出ないってことが多いんでドラは取っていく。よっしゃ、これ防具が弱すぎ問題。よし、 OK、 防具これもうちょっとなんとかならん。あ防具じゃない、弓、防具が強いんだ。よし、オッケー、よし、終わり。あいた、はい次、いらんかな。まあまあまあヘビークロス取っていって矢を増やす、いやー別に増やさんでもいいぐらい持ってるな。うん、いやもうむしろこのヘビークロスガンガン打っていっても良さそうな感じね。よし、 OK、 ヘビークロスでね、矢を取るとかなり増えるからすごいお得なんですけども、そう使うまでもないねこれ。よし、待て、クリーパーいたっしょ。あ、いて、よし、いいね。うん、どんどん使っていっていいよ、結構増えたし。うい、終わり。意外と30分ぴったりぐらいでクリアできるかも、このまんまいくと。で釣り竿ありね、いらん、むしろそうね、ソウルを最初から貯めていって、なんかブッパするやつを取ってもいいかもね。あーあー、なんか来てる、水流に左右されないやつが。 OK、これ武器このまま使うかもしれないからエンチャント上げていってもいいね。ナイス、いいね、いってくれ。よっしゃ、ナイスすぎー。よっしゃ、めちゃくちゃいいぞ。
オーケーオーケー、普通に回復していく。あ、変えよう。ゴーレムもいいよ、ゴーレムもすごいいいよ。あ、でもエンチャントこっちがいいな。うん、断然こっちがいいので変えましょう。まあ無難な追い打ちだな。と無難な鋭利で、ここをまあどうするかですか。まあちょっと取っとこう。ダイナモもいいけども使うことがあるかどうかよ。あぶね、見えんかった。よし、オーケー、いいね。あ、そうか、 TNT 取れないのはそういうことか。シェイシェイ、いいね。こっち来んな。えい、15回クリア、半分。スピンブレード変える？うん、ちょっとスピンブレードぶん回していこう。ちょっと待って、 HP むちゃくちゃ減らん？ちょっとむちゃくちゃ HP 減るんだけど。え、もうそんな耐久力ないの？よし、 OK、 スピンブレードぶん回す。オーケー、ナイス、オーケー。どんどん弓使っていっていいね。ナイス、16回クリア。あー、バージーレスト良くない？うん、でここに置いて、あ、いや、なんかこういう戦い方したことあるぞ、過去これやったことある。 OK、 あ、でもその時のタワーとはちょっと違う気がする。 OK、 いいね。ここまだ出るよね、クリーパー出ないか。ジオマンサーがいるだけ。シェイ、もういないかな。オッケー、でジオマンサーがそっちにいるのね。おい、終わり。うん、エンチャントが良くない。なるほど、もう防具弱いんだ。あ、でもいいさ、ここで防具を上げちゃえば問題なし。さっきのイカもね、元は強いんだけども、エンチャが良くないんで、こうだ、これでボス。いや違った、危ない危ない、減りすぎ。ちょっと待って、減りすぎ、むちゃくちゃ減ったんだけど。いや、びっくりするぐらい減った。 OKOK、 でも一気に回復した。よっしゃよっしゃ、ナイス、ぶん回して、よし。ちょっとテレポートするのずるい、すげえ戦いにくい。よし、そんなに出てこない。あー、オッケー。いや、これオーバーチャージついてるな、強いな。いや、でも無難なやつでいくか。はい、うん、無難な方でいきます。 OK、 虚無をこれにつけてやっていこうかな。
さあボスは何でしょう。オッケー、はいし、めちゃくちゃいいじゃん。よっしゃ、いいね、はい、出てこい。いやずるいぞそれ、そればっかしで。よし、おお、分かってる、はいし、まあ全く問題ないね。あ、ユニークはもう出たからね、いらん。あーで、トム入れとけ。いや力の、力の弓も面白かったなこれ絶対。オッケー、まあまあまあいいさ。力の弓のオーバーチャージ絶対面白かったな。多分さっきのボス、ドライでればワンパンとかでいけたんじゃない、どうでしょう。オッケー、もう出ない、いくぜ、もう出ないね。てかここ少ない、なんか前回のここすごい多かったから結構構えてたんですけども、そうでもないね。ナイス、終わり、余裕、愛のメダル欲しい、ここ愛のメダルですよ、欲しい。で、22回もう少しだね、ウェイ、よし、オッケー、任せた。やっぱクールダウン入ってるからね、結構安心して使っていけるね。こいつまだ出るよ、もうコンかな、ちょい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 、オッケー、ナイス、いいんじゃない。いけ、よし、いいんじゃない。別に強いやつは全くいなかったね。よし、終わり、22回終了。矢もだいぶある、こんだけありゃもう全然乱射していっていい、まあするまでもないんだけど、ここはいらんかな、いらん、まあ、武器はちょっと弱くなってきたけども、まあ商人であげるぐらいでよくないっすか。よし、おっと、クリーパー多いぞ、ナイス、危ねえ、危ねえ、巻き添え食らいそうだわ。23回終了。うん、ここいらはいらんよね。テンペストナイフなんか面白そうだけどやめときます。まあ、エイリを入れてちょっとマシにさせるか、火力がないからね。ダイナモ入れようにもね、ちょっと時間がかかるんで、羽も持ってないし、ダイナモじゃなさそう今回は。
オッケー。全然弱いぞ今回。まあ今までがちょっとね難しいところが結構続いてたんで、まあ久しぶりに、まあのんびりしたところなんでしょう。オッケー。うん、まあ今回も伸びは出るけども全然特に考えることなく落とせたんで問題ないですね。え、お前一体だけ？いや絶対まだ来るっしょ。ほらほらほら。オッケー。これを待ってた。えい。いい感じ。めちゃくちゃいい。おっ、あ、違う。ユニークがもうない。ユニークだったらガントレットね、持っていっても面白いかなと思いましたけども、やめときましょう。殺戮のクロスボウはなんかね、物騒な名前だけども、そう大して強くないんだよね。あれ、すげえ強いそうなネーミングだけども、そうでもない。おし。え、これもうあんま出ない？こっち側？いや、いないか。こっち側いねえわ。危ない危ない。あ、いやいやいや、なんか急に出てきた。どうした？やたら出てきた。ちょっと待て、すっげえ出てきたよ。ちょっと待て、固まらないで。ここでいや急に敵が多かった、びっくりした。とんでもない数出てきた。オッケーオッケー、終わり。わあ、愛のメダル使い忘れた。使えばもうちょっと楽だったね。いらーんかな。今さら雷の杖取ってもね、ソウルがたまらないんで、あんまり意味はない。オッケーオッケー。まあ、虚無ドラからの雷の杖で一撃で倒せそうな気はするよね、ボス。まあ、ボス次第だけども。オッケー。いいね、いいやつを仲間にした。で、まだ出るはず、凶悪なのが、凶悪なのがまだ出てくるはずと思う。いや、気のせいか。いや、まだ来るよ来るよ。いや、来ないか。タワーレイスぐらい。終わり？あー、びっくりした。はいはい、26回終了。あー、パワーシェイカーだな。キノコも捨てがたいけどね、シェイカーで行きましょう。おお、なるほど、嫌なやつだね。オッケーオッケーオッケー。よし、いいんじゃない。間違えた、危ねえ、危な。よし、痛い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 。思い切り食らった。でももう終わるはず。うそ、まさか食らうとは。よし、
やいやいや、絶対倒したと思ったんだけども、残ってて食らったか。ああ、もう弓変えよっか。うん、変えちゃいましょう。でここは武器だね。真ん中はいらんかな。うん、真ん中いらんかもね。まあ、ここを商談入れて、こんな感じで、どう？はい、何がついた？おーおお、凶暴化さん、いいよ。凶暴化さんがついたか。で、上がってここで、タンブルビーをあげちゃいましょう。あ、で、ここは、あの、バーストクロスボウの、連射で勝てるわ。うん。長弾と毒の雲、これめちゃくちゃ相性いいんで。いた！何してんの？まあまあ、蜂が、踏ん張ってくれてるはず。余裕。よっしゃ、いけいけ。よし、いいね。この風使い、ここね、すごいめんどくさいんだけども、超余裕。いや、いい装備だ。もうこれだともう負ける気がしないね。29回終了。ラストボスはなんだ。うん、いらん。特に入れるやつもない。 OK、まあ、フルで蜂を出しつつ叩きましょうか。あぶね、あぶね。先に倒せてよかった。弱すぎん？まあ、うん、倒す順番がうまくいったっていうところもあるか。うん、全部いらんな。いりませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。